こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、視聴者さんがアスパラを大量に送ってくれたんで、こちらを食べたいと思います。北海道に住んでる視聴者さんの実家が農家でアスパラをたくさん作ってるみたいで、こちらを送ってくれました。いや、めっちゃ美味しそうですね。北海道のお野菜ってめっちゃ美味しいんですよね。なんかトウモロコシとかすごい美味しいって聞く。アスパラね、私結構好きなんです。あのベーコンに巻いたやつとかね、うまいですよね。でもなんかあんまり大量に食べる機会は今までなかったです。だから今日めっちゃ嬉しいです。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。アスパラ、オリーブオイル、ベーコン、チーズです。しかし立派なアスパラですね。めっちゃでっかい。こんなでっかいもんかな、アスパラって。アスパラの根元を切って、 4,5 センチ下をピーラーでちょっと剥きます。硬いらしいです。これは無心になれますね今私悩みがあるんですよね。だからそういうのいいですよね、無心になれる悩みがねあったらね、いいんですよ。私にはね、 YouTube っていう揺るぎない大切なものがありますからね。視聴者さんとかね、大事なね人たちがねたくさん詰まってますからね。揺るぎます。なんかね、今私ちょっとこのアスパラを生で食べてみたんやけど、レシピではね根元をね結構切ってるレシピが多かったんやけど、なんか全然柔らかくって、今鍋で食べた状態でもちょっとでいいんじゃないかな。このアスパラめっちゃ生で食べても美味しい。アスパラって生で食べれるんや。すごいスルスル剥けるから気持ちいい。鉛筆のめっちゃ簡単バージョンって感じ。鉛筆をさ、カッターで綺麗に尖らせるのって難しかったよね。私暗記苦手で、それが超楽ちん削れる。あの時の私のストレスを解消してくれている今。なんかアロエを思い出す。緑しかつながりがないけど、アスパラ工場に入った気持ちになる。アスパラ職人。はい、剥けました。やまない、雨はない、剥き終わらない、アスパラはないですね。次に半分に切ります。こっちはね、素材を味わいたいんで塩コショウだけしてフライパンで蒸し焼きにします。そしてこっちは塩、コショウ、オリーブオイルで、ベーコン、そしてチーズ。はい、でチーズがとろけるまでオーブンで焼きます。こっちは塩コショウしてフライパンで蒸し焼きにします。フライパンに水を 50cc くらい入れます。で、沸騰したらアスパラを乗せます。で、並べたら蓋をします。で、2分経ったら蓋を取って、おお、なんかいい色になってる、めっちゃ美味しそう。で、オリーブオイル、塩、コショウをかけたら完成です。で、250度のオーブンでね、20分焼いたんですけど、もう少し焼き目が欲しいのでバーナーで焼きます。で、先に黒コショウ、マヨネーズ、じゃん、完成です。はい、美味しそうですね。このアスパラめっちゃ美味しそうでした。フライパンで焼いた方、蓋を開けたらめっちゃ綺麗な緑になってました。いただきます。まずはこうシンプルな味付けの方から。はい、美味しそうです。うーん、アスパラが甘いで、シャキシャキしとって歯ごたえがあってめっちゃ美味しい。うーん、北海道から来たんだ。黒胡椒がいい感じです。アスパラってなんか美味しいですよね。この緑の野菜なのに結構食べ応えがあって、私大好きなんですよね。北海道の雄大な土地がこの美味しいアスパラを育ててくれたんですね。もうありがとう地球です。アスパラ最高や、無限に食べられる。次は絶対美味しいですね。チーズとベーコンとアスパラという神の組み合わせの食べ物です。美味しそう。あ、こっちの方がシャキシャキ感と歯ごたえが強くて、こっちはこっちで美味しいです。
やっぱベーコンとアスパラって合いますよね。もうアスパラベーコン大好きです私。わあ、めっちゃ美味しそう。チーズとベーコンってよく合いますね。でも何もつけない方が美味しかったかもしれないです。なんか本当もうアスパラだけで結構味が完成してた。かっこいいなんかね、アスパラをねクタクタにするとなんかお芋みたいになんか甘みが出てめっちゃ美味しい。めっちゃ熱い、めっちゃ熱そう。アスパラとチーズとベーコンです。マヨネーズの風味もして美味しいです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。アスパラ2キロめっちゃ美味しかったです。もうなんかねチーズとベーコン乗せたやつも作って、いやまあなんだかんだ言ってやっぱこっちの方が美味しいだろうと思ったんですけど、フライパンで蒸し焼きにして調味料だけのやつの方が美味しかったです。もうねアスパラそのものが本当に美味しくって、何にもしないのが一番美味しかったですね。まあでもチーズとベーコンかけても、まあ、チーズとベーコンですよ、美味しくならないわけがないんですよ。だから美味しかったですけど、でもいろんなことしない方が美味しかったです。素材を生かした方が美味しかったですね。ちょっとやっぱり美味しいアスパラだとね、そうなんですね、もう最終は素材なんですね。送ってきてくださった視聴者さんありがとうございました。もう北海道とかむっちゃ遠いからめっちゃありがたいです。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。北海道に行った時は皆さんぜひぜひ食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。